にちは、翔です。今回はね、タミヤ DT03 前にね一度行ったんですけど、定住進化とねさらにメインシャーシをね補強してみようということで、前回良かったねこのリアのトラクションがそれでどうなっちゃうのかね、悪くなるのもちょっとあれだなみたいな気はするんですけどね。このシャーシの上にねマウントされているアンプをこの中にね入れちゃおうっていう、これハイエンド化計画のナンバー6でね一度やってるんですけど、少しね仕様を、進化させるような形かなに変更して今回行っていきます。でさらにねメインシャーシをね大幅に補強しようということで、ちょっとね部品用意しましたと言っても作ったんですけどね、これはねショートリポ用のバッテリーホルダーね、形状を少しね前回のものから見直してますね。若干ね、バッテリーに対して横幅大きく1ミリぐらいかな大きくしちゃったんで、ちょっとシャーシはね若干切りかかないと収まらないような感じなんですけど、まあね脱着はこっちの方がはるかにやりやすくなるだろうなっていうような、形状にねしてみました。でこれはねアンダーガード兼フロアのね後部を補強するためのパーツですね。これが先ほどのホルダーとねちょっと分かりにくいけどねこんな感じで、ビス2本でね固定されるっていうような形になります。かなりねこれがっちりしちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一つ気になるのはねちょっとシャーシ仮面に厚みが出ちゃうんで、まあ、ストロークが減るっていうような考えになっちゃうのかなという気もするんですけどね。でね、これはもうほんと以前にね使ってたこのサーボの上につけるね補強パーツなんですけど、この受信機をね移設しちゃった関係でもう取り付かなくなっちゃったんでね、それ以来外したままにしてあったんですけど、これもねなんとか加工してつけちゃおうってことでね今回採用します。でねこのシャーシの継ぎ目、これね真ん中わかるかな、まあDT03 ご存知の方はねわかると思うんですけど、このシャーシ左右でね分割されてるような構造になるんで、この真ん中の接合面はね絶対動きが出てるだろうってことでね、こいつタミヤセメント ABS ってやつでねもう接着してやろうってことなんですよね。で実はねこの接着技ねネタ元ありまして、こちらね RC ヒロチャンネルさん、ご承諾をいただいてね今回紹介させてもらってます。ほんとね動画的にはねすごく面白い内容の動画が多くて、私的にはね昔話なんか結構好きなんですけどね、シャーシの強化はこの回でやってます。気になる方はねぜひご覧になってください。ということでね早速作業を開始しようと思います。見た目はねそんなにこうなんていうのかな、動画で紹介するような感じでもないんでね、もう簡単に写真で紹介していきます。シャーシはねほんと一部加工しても早速これ接着ですね、でビス止めを行ってます。もちろんね接着前に清掃と接合する面ね、面の調整だけは簡単に行いました。でこのギアケースの下につくこの部品ね強化部品もあるんですけど、それは使わずにね今回は接着で、さっきのアンダーガードも接着、もうねかなりこの辺はガチガチになると思いますね。でこれバッテリーホルダーとアンプがねこんな感じの中に収まるんですけど、なんとなくイメージって感じですね。実際はアンプはね、前後これ逆向きで配線が後ろに出るような形で設置しました。ということでね作業が完了しました。見た目はねほんと全体的にかなりねすっきりしてるんですけど、まあ、見た目云々じゃなくてね問題は走りの方なんでね。でさっきのアンダーガードねこれシャーシにもべったり接着して、ご覧の6本のビスでね後ろ4本はギアボックス、前は、さっきのバッテリーのホルダーねでメインシャーシを挟み込む形でくっついてます。この真ん中もね接着がっちり行って、ちょっとね隙間が目立つなってとこはねさらに上から追い接着ですね行いましたいいのかわかんないですけどね全然。でアンプにもねファンがついてるから、もうご覧の通りねがっつり開口開けられる、もうあれが開けられる範囲なんですけど、
でこんな感じでね、バッテリーホルダーの関係でもアンプはほとんどこっちからは見えないですね。まあ、上から開口しちゃったんで見えますけど、でアンプとねモーターの位置が離れちゃったんでね、またまた新 US 君にお願いしてね、この配線の延長とかね、その辺をやってもらいました。本当ね、いつもありがとう。ただこれがねモーターだけにとどまらずですね、本当なんか全然考えがなかったんですけど、受信機との位置関係もね遠くなりすぎちゃってね、この受信機に行くね配線の方も、やってもらいました。ありがとうございます。でね、補強パーツはご覧の通り、もう真ん中のバッテンがねこんな感じで中途半端なくなっちゃってて、もうちょっと綺麗に取ればよかったかなという気もしなくもないんですけどね、今回はそこまでね。でもう一つね変更したのが、このフロントサスアームね、これ新型に変更してます。大した変更じゃないんですけど、ここに開いてた開口がね塞がっちゃったのと、もう一つはねこのダンパーを取り付ける位置ですね、これ1箇所しかいつも作ってなかったんですけど、今回ね外側にもう1個穴を設けてます。っていうのもこれ全体的にねワイドになってる関係で、ダンパーをねちょっと外側っていうのを一回試してみたいなっていうのもあってね、今回穴を用意しました。さあね、このすっきりしたシャーシね、ほんとさっき言ったように肝心なのは走りの方なんでね、どうなるのかちょっとねコースに行ってテストを行ってみます。はい、それではねコースの方にやってきました。今日もいい天気でね、もう唯一の松の木の日陰に入ってますけど、それはさておいてね、一つ気になってたのが、以前までね高い位置にあったアンプを今回下に下ろした関係で、リアのねロールがどうなっちゃうんだろう、減っちゃったりしてなんかこう不具合出るのかなとかね、そんなのも気になってるんですけどね。でさらにね走行前に、コースの方ねジャンプの進入部分がもうえぐれちゃってたんで、あそこをね手直ししました。ではね走行させてみます。ちょっとねとっちらかってるんですけどね、なんか印象としてはキビキビ動く印象ですね。もちろん車重がね軽くなってるっていう影響はあると思うんですけど、トラクションがねあんまり良くないのかな、ジャンプの感覚がなんか随分前回と違うなっていう感じなんですけど、まあ路面がねほんとカラッカラのこのドライ状態っていう影響もあるのかなという気はしますけどね。重心が変わっちゃったんでああいう低空飛行になっちゃったのかなっていうのもまあなくはないかなとは思うんですけどね。ただねもう前回に対してはね本当動きがこうシャープですね、さっき言ったようにキビキビ動くなっていうのが、印象なんですけども、ちょっとねさらに悪あがきを思いついてね、これねこれも随分前にね、使ってた鉛板のね上とこれをバッテリーの下にね、入れてみます。こんな感じね、これでもう一度走行を行ってみます。ここに対してのね動きの印象もこれ動画上でも見てもらったらもしかしたらわかるかもしれないんですけど、かなりねどっしり感がやっぱり出てますね、あれだけのウエイトを積んでるんでね。といってね、そのキビキビ動いてないかって言われるとそうでもないなっていう気はします。動かしててねそれなりにキビキビは動いてるんじゃないかなっていう感じで悪くないような気がするんですけどね。トラクションもねまあ重量増してるんでもちろんそういう関係なのか、まあ、劇的にさっきと違うかと言われればそんなに違わないんですけど、まあいいんじゃないかなとそんなね印象を受けてます。ただもう私自身もね前回あんま覚えてないんでね、久しぶりのね比較動画です。
応ね失敗はあるけどなんとなく良くなってるのかなって感じでまたまたね悪あがきってことでね、今度アンプが乗ってたとこにねウエイト乗せたらどうなるんだろうってことでね、 5g を2つね両側に乗せてみたんですけど、なんとなくですけどねリアの動き違うなみたい な、 なんかそんな感じなんですけど、私としてはない方がまあ好みかなということでね、今回は採用しないっていう感じですね。ウエイトの方はねもうちょっといろいろいじっていこうかなっていうふうに思ってます。ということでね今回ここまでです。またね最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画ね面白いなと思ったらいいねチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here